どういうつもりなんだ、なんで放置したんだとか、そういう声が本当に人殺しっていうあの DM メッセージも大量に、届くのと、でもある程度いくと水になってきます。すげえ名言じゃん。名言じゃないですよ。水みたいに飲めるようになっていくってことですか。そうそうそう、やったね、5億やったねじゃないんだ。じゃないです、もう疲労感がすごかったです、やっぱ本当にきつかったです、その時は。やばいです、やばいですからの、まだまだ続くまで、そう、こっからね、このことはもう一生忘れちゃいけないと思って。さあ始まりました、田村敦史のセカンドチャンス。このコーナーはですね、過去にいろいろあった、有名人たちが立ち上がって一歩踏み出そうとする思いに触れていこうというコーナーです。今日の方もちょっといろいろありましたね、話を聞きたいです。第11回目、エンリケこと小川恵里さんです。どうぞ。お久しぶりです。どうも、どうも、お久しぶりです。すごい、登場しちゃって大丈夫でしたか。全然、なんかそんなにあれですか。まあ炎上具合はニュースでは見てますけど、いや、お声がけいただいて大丈夫かなと思って。そんなに燃えます。もうちょっと巻き込み事故。あ、全然僕はそのあたりはコメント欄が荒れるかもしれない。全然コメントの荒れてもいいし、でも直接話聞かない限りはやっぱ分かんないじゃないですか、本人がどう思ってるのかとか、まあ、僕がその、いろいろあった方に直接話をしないと僕自身が納得できないので、まあ、そういった意味では僕はなんか否定的なっていうよりかは、まあ、人生って長く続くので、なんかいろいろやらかしたとしても一歩踏み出すってところは応援したいなと思っているので、お願いします。まあまあいろいろとお話聞いていきたいと思いますが、はい、まずはプロフィール紹介ということですが、1987年生まれ、岐阜県なんですね、はい、22歳から、名古屋の高級キャバクラ店アールズカフェに在籍、うん、まあ、このあたりは第一章で深掘りします、はい、で自身の経営するシャンパンサロンエンリケで死亡の事故があると、これを第二章で深掘りしていきたいと思います。そして自身の経営するエンリケ空間で返金トラブル、このあたりを第三章で深掘り、そして、離婚、ここ、そしてここからということです。まあ、僕一番興味あるのはここなので。あ、本当ですか。うん。はい。で、まあ、エンリケさんを語る上で、まあ、とりあえずね、どういう人生だったのかっていうの僕もあまり知らないので、まだ1回、2回共演は1回あります。あの時はまだ、本当に全然事件の前だったので。そうですよね。はい。はい、うん、あの占いの番組ですよね。そうそう、うん、占い、あ、そうですね。そうそう、あの占いの時なんか言われてなかったですか、あの時は。言われてた、ダメだよって。そうでしょう。うん、当たってるかもしれない。そうなんですよ。敵中央って番組でね。そう。今年もやりましたけど、敵中央。いやー、馬鹿にできない。馬鹿にできない。そうそう、よく当たる先生にね、占ってもらうってやつでしたけど。さあ、まずは第一章からいきたいと思います。伝説のキャバ嬢ってことですけど、これ、まあ、もうすぐですか、伝説のキャバ嬢になったのって。いつぐらいからこう、キャバクラにこう、通い始める、仕事をし始める。18歳になってすぐ、入店して、1軒目のキャバクラで4年勤めました。うん、で、全然売れなくって、そうなの、はい、最低時給の5000円ぐらいでやってて、ずっと。うん、あ、これダメだってことで、アールズカフェに移籍して、時給はもっと低いんだけど、お客さんが入ってたお店だったので、うん、新規の客を掴みに行こうと思って、まあ、移籍して、うん、そこで2年ぐらいでやっとこう新映画踏み始めたんで、下積み時代はすごい長かったですよ。じゃあ6年ぐらいは下積みってこと？そうですね、6、7年は下積み、あの地味に活動しました。なんか僕のイメージだと、キャバクラ嬢の方ってもう、もう人気のある人は入ってすぐに人気が出るもんだと思ってたけど、6年もの下積みがあって人気が出るって、それが当たり前のことなんですか、それは稀なことなんですか。稀だと思います。特に今 SNS とかあるし、こうなんだろう、行きやすいというか人気になりやすい、うん、でも私の時っても SNS もなかったので、もう本当地道にこう初めてついて名刺交換して連絡先交換して、うん、もう営業を続けるっていう、ひたすら。
何がその伝説のキャバ嬢って言われるこう要因になってたんですか？お客さんの数と売り上げでしょ、やっぱり。そうです、そうです、うん、お客さんを増やすために他のキャバ嬢にはやってないことをしなきゃいけないなと思った時に、うん、まあ可愛い子もいっぱいいるし、私はそういうように顔で売ったりとか色恋じゃなかったんで、何かできないかなと思った時に、シャンパンをこうガッて一気飲みして、それをこう当時もっと飲める子がなかったから、そこでちょっとこう気合い体張って、あそれを Facebook 当時流行ってたんで昔、うん、Facebook でその動画を投稿したら、うん、あのたまたまヒットして、うん、拡散されて、あで今でいうバズったみたいなのが Facebook で起きたんだ。そうそうそう、へえ、あんまり Facebook でバズるみたいなのよく俺は分かってないけど、そうそう Facebook でもあったんだ。あったんですよ昔。へえ、そうそうそう、それからがきっかけになり始めて、あこうやってバズるんだってなって、うんうん、これをちょっとあの無駄にしんとこうと思って、うん、それをきっかけにSNS を頑張ったって感じです。あそれきっかけなんだ。それで、うん、あシャンパン一気飲みするってことはシャンパンのイメージをそこでついたみたいで、そこでやっぱシャンパン売り上げが上がってったって感じです。そうか、飲んでよ飲んでよってなるんだ。そうそうです。あの技見せてよみたいな。あの技見せてよです。へえ、それでも、うん、その伝説って言われるようになるには、うんうん、シャンパン飲むだけじゃ無理でしょ。確かに何かやっぱり人の気持ちをちゃんと掴むじゃないけど、うんうんうん、そうですね、なんか掌握術みたいなのがあったでしょ。自分で意識してないんですけど、なんだお客さんはやっぱなんだろう、10年15年の人が長かったから、やっぱなんかあるんでしょうね、その話しやすいとかね、見た目じゃなくてこうなん信頼がすごいって言われるんで、なん別に普通に仕事してるだけですけど、ね、嘘つかず約束守って、うんうん、まあ律儀に律儀というか、まあ、リレー人情を大切にしてただけなんですけど。それ15年やってたんですか？15年ですね。長いね。15年長っ。15年やってる人ってそのザラにいるもんですか？キャバクラ嬢の世界の中って。いや、あんまりいないと思います。その2軒目がアールズカフェっていうところが10年働いてたんで、うん、そうですね、そもそも10年同じお店にいるってこともあんまり稀でしょ。まめですね。やっぱ給料高いとこ行ったりとかするんで、うん、あと360日出勤してたんですよずっと、うん、多分それがもうそれもなんかこうすごいってお客さんに言われて、休まないよねって。そう、日曜日も働いてるよねみたいな。いつ行ってもいるから、うん、あの行きやすい、全国からやっぱそれで来てくれてありがたいことに。そのでも行ったら必ずちょっとシャンパン飲んでよってなるわけでしょ、うん、もうその代名詞的になってるから。なりますなりますなります。それは体の方はどうだったんですか？いやもう飲みたくないなる。そうなるよね。なもう辛いコンディションもあるから飲めない時もあるし、でもそういう時に限ってちょっと圧力のかこう強い人が来てちょっとこう断りなさい、ちょっと飲んでよみたいに断りづらい人ね。断りづらい人、あと大口だったりするとね。そうなんですよ、いろいろあるんです。そういろいろと大人の事情が、ここは掴んどきたいって時にはしんどいけど飲み続けてたの。飲み続けます。なんか液体なんだけど、うん、あのシャンパンって、うん、あるその1日の許容量を超えたらもう俺入っていかないんだけど、泡だし。そう、炭酸でもそうですよ。炭酸きついですね、そもそもが。そう、飲み続けるには、うんうん、そうだよね。でもある程度行くと水になってきます。すげえ名言じゃん。名言じゃないですよ。水みたいに飲めるようになっていくってことですか？そうそうそう、スコ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 。でも酔っ払うの、酔っ払うでしょ、強くても。酔うんですけど、最後の1分仕事終わるまで1本も取り残したくないから、うん、下ろしてくれる人に対してとことん行っちゃう感じです。はい、あそこまた開けたいって言ってるよ、うん、エンリケさんお願いします。そう、うん、酔ってたらそれがパフォーマンス崩れちゃうから、うん、もう酔ってるんだけど、その酔ったのを逆に武器にして取りに行くって感じです。なるほどね、うん、もう一本行きますみたいな。行きます、あじゃあ飲むよね、開けちゃってよみたいな。そう、
どんぐらい開くの、多い時に。誕生日とかだともうえぐいほど開くでしょ。誕生日だと何百本、何百本、500本とか。え、じゃあもうお店はそれを見越して、うん、ちょっと今日エンリケの誕生日だから、うん、多めに仕入れといてに しとかないとそれ無理でしょ。無理です。近くにもう冷蔵庫いろんなところにも確保して、うん、そんな感じ、うん、すごいすごい、その日はやばいです。500本はでも全部は無理でしょ。その一口飲むはやったとしても、あ、全部は飲まないんです。500回無理だもん、ね、500回はちょっとそのイベント期間はちょっと難しい。けど本当通常時だと1日30分ぐらいは降りるんで、へ、それは結構。じゃあ30杯は行ってた。あ、もう絶対1杯目乾杯すると絶対それ一気するのが礼儀だと思ってて、うん、そこはあのいただきますでカクッと開けた、一本開けた、うん、切って継がれたらもうそのまま行くんだ。そのまま一気は、うん、まあ、お客さん嬉しいだろうね。嬉しいですかね。でもだって自分が入れたシャンパンを、うん、あのエンリケが飲み干したみたいな、それは嬉しいだ、うん、だってそのために入れてくれてるでしょ、うんうん、そうですね。やっぱ一滴だけだともうそのままなんか気持ちで行っちゃう、嬉しくて、うん、ありがたいじゃないですか。やっぱりシャンパン一本何十万もするし。そうね、うん、何十万もするの一本。今高いですよシャンパンが。ドンペリでもやっぱ10万ぐらいいっちゃう、白、うん、はい、金額がかなり上がっていってます。どうも高いのだと1本どのぐらいですか。1本300万とかシャンパンが。へえ、高い、高いです。へ、高いです。でもまあ嬉しいよね、300万の入れてくれたら。もう関係なく一気しちゃいますね。確かに300万円ゆっくり飲まなきゃいけないのに、うん、あえてガッていっちゃう。本当は味わいたいところだけど、うん、なるほど。まあそういうのがあって3日間で2億5000万売り上げた。3日間そうよ、うん、そうですね、うん、で2019年は、キャバ嬢引退するんだけど4日間で5億円売り上げた。うん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 、4日間ですよね。4日間。あ、そうですよ、うん、3日間で2億5000もすごいけど4日間の5億円もう半端ないよね。いや、もう最後の最後だったんで、その時は。あ、もう引退っていう、引退しますっていうセレモニー的なやつで、はい、5億円売り上げたら店長さんとかってどんな顔してるの。え、もう死、でも逆に死にそうな顔して。あ、もうぐったりぐらい働かないと5億売り上げられない。もうみんなもうほんと元気、笑顔もないぐらい。店閉めた時に、ね、やったね5億やったねじゃないんだ。じゃないです。もう疲労感がすごかったですやっぱ。言葉にできないぐらい。へえ、まあまあそれはすごい。そんなね簡単なものではないよね。これキャバ嬢引退したきっかけは何だったんですか。引退したきっかけは、うん、と私自身がもうこれ以上なんだろう、すごい当時お客さん来てたんで、うん、かっこいい時に辞めたいなと思っちゃったんですよ。で誕生日終わった時にはこの自分のイベントをその2億5000万売り上げた時に2億5000万を超えれる自信がないと思って次の誕生日に。はあ、もう行くとこまで行ったと思ったんだ、うん、もうこれ以上きついってなって、じゃあ1年すぐ辞めるとお店も困っちゃうんで、うん、1年後に辞めますっていうのをお店に言って、その辞める1年間は引退するまでは1年後に引退しますっていうのを、世間の皆様に発表して、うん、そしたらまたさらにお客さん来て、あと1年しかないんだ、あと1年しかないっつって、そこからもすごいすごいことない、まあ、その1年はすごいね。すごかったです、すごかったです。それが2019年なんだ。2019。へそしたらまた今戻っちゃったんでキャバクラ らしいね。そうなんです。それは第4章で、はい、すみません、なぜ戻ったかは深掘りしますけど、はい、今はまた現役キャバ嬢。そうなんですよ、引退、こんなお客さんにお祝いしてもらったのに。でもまあいろいろあって戻るってことになるわけですよね、まあ、そうです、そうです、そうです。ちょっといろいろと聞いていきたいと思いますが、この時の一番最初の引退の時はもう、うん、自分は次何しようとかってこう考えてた。その時はもともと銀座のクラブに、お店を自分でやりたいって思って、うん、やっぱプレイヤーだったからその時は、自分でやろうと思って、あの引退
そのしたの、うん、引退するって言って、ただその時に、銀座のクラブをやるって決めた後に、うん、元旦那さんと出会って結婚することになったんで、はいはい、やっぱ結婚するってことはクラブでは水商売やってほしくないって言われたんですよ、うん、男の人の気持ち的に、うん、あだから銀座は諦めたって感じです。へえ、あ、そういう経緯があったんだ、はいはい、なるほど、うん、で、はい、第2章いきますけど、はい、来ました第2章、シャンパンサロンでの痛ましい事故。だからこう、うん、お水というかその銀座でのお店をやろうと思ってたけど、それはまあ結婚してあんまやってほしくないっていうからこっち側に切り替えた、シャンパンサロンに、はいはい、うん、でもそもそも自分でシャンパンサロンやりたいとは思ってなくて、うん、旦那さんの提案でやった方がいいんじゃないって言われて、あ、そうなんだ、元が、私はもう夜やめたっていう認識もでいたんで、もう引退、完全に引退、引退イコールもうそのそっち系お酒系は引退って思ってたんで、うん、やるつもりはなかったんですけど、まあ旦那さん、まあ要は事業の資金繰りみたいな感じの言い方ですかね、うん、それでまあちょっと手伝ったって感じです、うん、ああ、そうか、だから自分主催のってことじゃないんだ、この、はいはい、シャンパンサロン、あ、そうです、そうです、そのスタートがね、スタートが、だからお水をあんまりもうやってほしくないって言ってた旦那さんは、うん、自分の会社の中の一つの事業としてだったらやっていいし、うん、手伝ってほしいってこと、はい、そうそうです、あ、でシャンパンサロンが動き出すんだ、そうです、うーん、で、まあ、この痛ましい事故ってことですけど、はい、泥酔した男性が死亡するっていう事故が発生したんですよね、うんうん、はい、で男性はサロンで、行われてたイベントの手伝いとして招かれた人、うん、で夜11時頃に泥酔してスタッフが更衣室に運び込んだものの、うん、その後は放置され午後3時頃に変わり果てた姿で発見され、約1時間後に死亡が確認された、うん、このあたりは合ってます、このデータで、うんうんうん、でもまあこれはその放置っていう言葉が使われてますけど、実際はどうだったんですか、このあたりは。実際は そんなにすごい泥酔してるっていうのに思えなくって、顔色を見た時も、うん、だから本当休憩させてたって感じです。な変な話、結構日常茶飯事で、うん、やっぱもう潰れちゃうってことは、そういう状態になる人はねあったんで、うん、本当にそんなこう休ませてたっていう、だから特にひどい状況になってほっといたっていうよりかは、うん、まあお酒の席でよくある泥酔しちゃった人がもうこうフラフラ低迷状態になって、うんうん、自分では歩けないような人を別室で休ませてたぐらいな、そうです、そうです、うん、放置するためにっていうか、そういうわざととかそういうのではなくて、うんうん、なるほどなるほど、うん、でもこういう言葉がもう使われるとそっち側が走り出すよね。そうですね、もうなんか放置したとかって、放置した、殺したとか、そういう感じに、うん、でもこの時はめちゃめちゃ言われたんじゃないですか。言われました、言われ、あのかなり、あの週刊文春に、うん、乗って、それがそっからもうやっぱすごいですね。どういうつもりなんだ、なんで放置したんだとか、そういう声が本当に人殺しっていう、あの DM メッセージも大量に、うん、届くのと、まあ本当に、まあ、でもこればかりはもう言われて仕方ないことなんで、うん、もう自分自身もきつかったし、そのもともとそのやっぱこの件自体が、うん、でも別にそのお酒を強要したわけじゃないでしょ。強要はしてないし、一気飲みも煽ってわーってさせたわけでもない、うん、あの本当に、まあ、自主的に、自主的にこう勢いをつけて、まあ 飲む量が多いのはまあ多いよね、その泥酔になっちゃうから。そうですね、うん、そうですね。でも休憩させていたら、うん、まあ、帰らぬ人になったってことですけど、うん、まあ、このことについてはインスタなどでお悔やみを伝えるとともに、うん、まあ、謝罪の言葉があったってことですけど、うん、それでももう収まらなかったんですか。収まらない。あの私がその後に海外に行ったっていうところで、うん、あ、はいはい、さらに、あ、なるほどね、そうです、そうです、その直後にヨーロッパ旅行で豪遊していたとされ、うん、それでさらに非難の声が集まったんだ、うん、これは実際どうだったんですか、そのヨーロッパ旅行っていうのは。いや、そのあのブランドの
ファッションショーの招待だったんですけど、うん、まあ、断れば今思えば絶対断るべきだったんですけど、なんせその準備に半年ぐらいかかっていろんな人たちが携わったんで、うん、その4日後にキャンセルっていうのが自分的に結構言いづらくって、あ、なんか、お仕事なんですか？お仕事も絡んでます。あ、うん、お仕事と旅行を兼ねてみたいな。旅行、まあそうですね、旅行になっちゃうのかな。まあそうですね、うん、そっか。まあでも行ったらね、何かしらその全部が全部仕事ってことではないだろうから。そうそうです、そうです、うん、確かに。でも、まあ、メインはその断れない仕事があったから行かなきゃなっていうのが、うん、ありました、ありました、うん、でもしこれが自分のプライベート旅行だったらどうでした？あ、だったらもうそれは行ってない、うんうんうん、でもまあそこはね、まあ、タイミングとか、まあ、その避難する人の気持ちもこれに関しては、まあ、分からないことはないとか、うん、そうなるよね。だってちょっと前まで謝罪してた人が、うん、あれ気づいたらヨーロッパ旅行でなんか楽しく豪遊してるみたいに思っちゃうとね、うん、でもそれは仕事があったっていうのがあんまり伝わってないですよね。伝わってないし、やっぱ楽しそうにこう SNS とかもその時更新してたから、うん、やっぱ軽率、今思うと本当軽率、まあ、後悔でしかない、ね、行かなきゃよかったなっていう、うん、まあ、そこはちょっと行かなければよかっただし、うん、まあ、行ってもあげなければよかったっていう後悔がね、うんうん、後悔、うん、まあ、この後は、まあ、この辺りはいろいろとやっぱ経験して、その本人が悪気なくやったけど、でもその世間の人の受け止め方は、いやそれは今おかしいじゃないかっていう声はもう 100% 理解できるだろうし、でそこに関してはもう反省してる、反省、もう二度と、もうこういうことはあかんなと、うん、もう一生こうご遺族の方にも、うん、このことはもう一生忘れちゃいけないと思って、うんうん、これ実際その一回 YouTube で謝罪をした、はいはい、ですよね。謝罪しました。そう、あまりにもその非難が止まらないから、うんうんうん、きちんともう一回謝罪しようと思って謝罪したわけですよね。謝罪と、まあ、経緯の細かい説明を、うん、しました。ここに書いてある、うん、こう週刊文春でエンリケさんが関係者に罰金付きの口止め契約書を書かせていたっていうのを文春が報じて、うんうん、でそれについての謝罪動画なんですか？いや、あのここ自体がもう違う。え、それはそれもあってます。口止めの契約書、はいはいはい、うん、それは口止め、そのまだ警察の方に、うん、このことは口外しないでくださいって言われて、うん、でも言わないと後でバレたら社会的信用をなくしちゃうから、うん、私はもう先に言っちゃいたいんですけど、発表したいんですけどって言ったら、ことを大きくされると捜査まだこれって事件終わってないから、うん、逆にその私こ、うん、事故が事件かもわからないし、私が被害者か加害者かも、それさえも決まってない時点でやめてほしいですって言われて、あ、で、従業員の方にも口を止めておいてくださいっていうのを念をされて警察に言われたんですよ。そうなんだ。担当の人に、まだあんまり公にしないでほしいんですと、はいはい、で公にするタイミングが来たらちゃんと言ってもいいからってことですよね、うんうん、そうです。でも今の段階では言わないでほしい、言わないでほしいと。あ、でそれをやっぱり言うしかないですよね、従業員の方にね。そうです、そうです、うん、なんでまあお警察にも止められてるから、うん、そう言わないでねってことで、で、まあ、そこで元旦那さんが、うん、まあ紙に一筆書かした方がいいんじゃないかってことで、うん、そこで、会社で書かせてました。私が直接その従業員とやり取りしてとかじゃなくて。あー、なるほど。まあ、ここが難しいところで、その本人がやったってもう報じられてますよね、これだとね。そうです、そうです、そうです。だけど、まあ、事業の責任者である、まあ、旦那さんが、口止め料を、旦那さんが口止めの契約書を社員の人に書いてもらったってことだ。あ、そうです、経緯としては。そうです、だからエンリケさんが、いやちょっと警察に言われてるんでこれ書いてくんないっていう直接のやり取りがあったわけじゃない。じゃないです。でも報じられる時はもう名前が先頭に来るからね。うん、でもその方が週刊誌的にも書きやすいと思います。ここが
文春さんが直接取材してないでしょ。してないです。で僕は今初めてこの話を聞いてるので、あ、そういう経緯だったんだって僕も今初めて知ったし、これを初めて知る人が多いと思うんですよね。ですかね。だから僕直接本人に話すっていうのが重要だと思ってるんですよ。でここに関してはだから警察の人から言われたんで、そういうふうにもう口外しないでくださいってことで、うん、社員さんに書いたんですって言わなかったんですか。その非難が来るじゃないですか、うんうんうん、なんで口止めさせるんだとかって言った時に、うんうんうん、もう一番こうバックボーンが警察だから、うん、警察の人に言われてるから、うんうん、それをそのまましただけですが一番ストレートだと思うんですけど、なんかもう言い訳に聞こえ、もうその時更新できるような状況じゃなかったか、精神的にもね、もうストップしてたんで、もうあの全てを、SNS とか芸能活動も、うん、そうそう、うん、なんでそこで反論っていう感じではない、反論みたいになっちゃうんで、あんまりそういうふうに言うよりは、より本当すいませんでした、お悔やみ申し上げますっていう、いや警察の人に言われたから書いてもらったんですって言うとまた、うん、まあ、警察を使ってとかって結局言われるなと思ったってことね。言われると思います、絶対言われてたと思います。うわ、それはそれで炎上してたと思います。俺は言うけどね、いやその皆さんのお怒りごもっともですけど、うんうん、警察の人に言われたからもうあの書いてもらうしかなかったんですっていう、うん、まあ、言った方がよかったんですかね。いや分かんない、こればっかりはもう言ったら言ったで炎上してる可能性だってあるし、ここで俺は正解を出そうとは思わないけど、俺は多分そうしてたろうなって今思った。本当ですか、うん、でも精神状態が分かんないから、その誹謗中傷受けすぎて、うわきついです、本当にきつかったです、うん、その時は、そう、ね、やばいですやばいです、うん、からのまだまだ続くまで、そうこっからね。そうです。でそう謝罪動画を、はい、あ YouTube で上げて翌日にこう削除されるっていうふうに書いてますけど、あの内容がすごい多分ひどくって、ひどいっていうことで、もう旦那さんも消した、これはちょっと あんまりそのな、結局元旦那さんは、うん、あんなこういうのってなんで謝罪しなきゃいけないのっていうスタンスなんですよ、うん、例えば不倫しました、あのそういうのってよく芸能人の人はこう謝罪とかするしたりとか、うん、まあ、YouTuber の方だとかだとスーツ着てよく、うん、してるよね、謝罪、真っ白い壁のとこでやってる、ああいうこと自体がおかしいんじゃないっていう考え方の方で、うん、あのそういうのが嫌いらしいです、そもそも関係ねえじゃんっていう、うんうん、っていう感じです。なるほど、はい、あそれで、旦那さんは削除した方がいいんじゃないの、もう削除、もうそういうこと自体反対で、私が勝手に載せて、ああ。そうか、エンリケさんの思いとしては謝罪したい、うんうんうん、だけど旦那さんは別にしなくてもいいんじゃないっていう、むしろそのご遺族の方に怒りを、うん、なんで週刊文春にリークするんだって言って、うん、逆に怒ってたんでぐらいだったんで、ああ、なるほどね、まあ、ここはじゃあもう夫婦の間っていうところで意見の相違があったってことですか。それはそうです、そうです、うん、でも経営者とそのまあ、一緒に事業やってたっていうパートナーでもあるでしょ、エンリケさんが、うんうん、で加えて夫婦でもあるでしょ、うん、その時ってどっちの方がバランス強いんですか、その経営者としての旦那さんの力の方が強いんですか。強い、パワーバランスは、うん、なかなか意見は通りづらい、なるほど、うん、握ってたんで彼が、まあその事業としては旦那さんの事業だもんね、うん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 、なるほどね、うん、でまあ、ここだけでも苦しい状況の中で第3章いきますけど、こちらそれが自分だけの選択じゃなくていろんな人のことを考えるとそれが一番正しいんじゃないかなって思ったって感じです、うん、違う方が代表取締役に入ってます、旦那さんでもなく、どういう関係の人なんですか、その攻めたりとかしても何も変わらないじゃないですか、そう、ね、攻めたいけど、うん、円満に離婚っていうのがもうできないっていうのが分かって、うん、一から稼ぐしかないっていう気持ちでやってるんですけど、もう人嵐来そうな予感がするんですけど
140文字の心残りは Google フォームで受け付けております。皆さんの投稿お待ちしております。